キリンディニ港とは、ケニアのモンバサから、内陸部に向かって伸びた天然の入り江にある港のこと。幅が広く水深が深いため、天然の良港となっている。キリンディニ港は、モンバサ港の一部を成しており、モンバサ港はケニア唯一の国際港である。ケニア港湾局によって管理されており、貨物の扱いは少ないが、クルーズ客船の機構が多い。第二次世界大戦中。 暗号解読施設となったアリデナビスロムスクールモンバサは公湾として何世紀にも及ぶ古い歴史がある。キリンディニコーは1896年にウガンダ鉄道が運転を開始した際に使用が開始された。第二次世界大戦中、ケニアはイギリスの植民地であり、キリンディニコーは1942年前半からモルディブのアッド干渉とともに、 イギリス東洋艦隊の臨時基地となった。これは、東洋艦隊の本来の母校である、スリランカ島のコロン母港が、機動部隊による空襲を受けるなど、日本海軍の脅威下にあったからである。なお、モンバサのアリデナビスロムハイスクールには、イギリス本土バッキンガムシャー州のブレッチレイパークに、本部を置く暗号解読部の文献班が置かれ、日本海軍の暗号解読に成功した。 タイムズ・アビッチリー・オブ・ブライアン・当年度コード・ブレイカー2006年10月15日コードブレイキング・イン・モンバサ2006年10月15日版ありがとうございます